達也くん。孫から話を聞いた。怪我はないか？細かいこと気にすんだな。万全の状態のお前を叩き潰さないと戦う意味がない。ボロボロのお前に勝っても約束を守ってもらえないかもしれないからな。母親の仇の正体を教えてもらう約束だからな。そのやつ余計なことを。でも話はできすぎだとは思わねえのか？二岡がまともに約束を果たすとは俺には思えねえ。関係ない。もしデタラメなら仁岡組長を殺すだけだ。でもそれじゃあお前、ママの仇は必ずぶち殺す。だがな、俺が戦う理由はそれだけじゃない。何？お前は俺の野望のための生贄にする。お前を倒して俺自身の目的を果たしたら、仁岡組長と組んでドラゴンヒートをこの手に収めるんだ。俺はカムロ町のマフィアを仕切る。全てを手に入れる。トップに立つ。そのためにお前を倒して。なんだよそれ。なんだ？敵討ちついでに野望も達成てか。笑わせんな。何を？そうか、分かった分かった。でも俺もお前には聞きてえことが山ほどある。試合が終わってからきちんと喋れるくらいの体力は残しておいてくれよ。対戦相手の趙は強いわよ。鬼気迫る戦いで3戦3勝。全ての対戦相手は再起不能の重傷。前回のファイトなんてレフェリーごと半殺しよ。リング上で見せるギラギラした殺気はまるでここに来たばかりのあなたみたい。またそれか。そんなに俺に似てんのか？今はそんなことないよ。でも。でも強さは殺気と関係ないって分かってきてるでしょ。ああ、でも気合までは抜けちゃいねえぜ。気をつけてよ。この勝負、蝶にもいろいろ事情があるみてえだからな。事情？どんな？自分の母親殺しの犯人探し、あとこのドラゴンヒートを乗っ取るんだとさ。え？まあいろいろと考えてるみてえだな。でもなんか違うんだよ。何が？蝶の気持ちもわかる。でも母親の敵討ちとドラゴンヒートを乗っ取ること、なんかそのやつの狙いがいまいちピンとこねえっつうか。おっさんよ、アドバイスは？ない。なんだ冷てえな。オーンザヘッド。もう誰もこいつを止められないのか。ドラゴンヒート破竹のロープレーション、カムロの巨竜右京達也。オーンザテイル。今宵竜を食らいて覇王となるか。カムロの孤高なる狼、コロを解放する。さあ右京達也、この戦いに勝利し連勝記録を伸ばすことができるのか。それとも張高明が勝利しドラゴンヒートの新たなスタートして君臨することになるのか。地平殿の上を這いずり回らせてやるよ。俺も負けるわけにはいかねえんだ。
こと聞け。答えろ。その涙何の涙だ。お前みたいなガキに俺の野望が。ふざけるな。天国でマーマが泣いてるぜ。くそなんだ、そんなにマフィアのトップになり損ねたのが悔しいってか。違う。じゃあなんだ。俺は見失ってた。ママに顔向けできない。バカだった。全てを失った。そうでもねえんじゃねえの。それに気づけりゃマシなんじゃねえのか。さあ今日は上がるか。やけに早いな。試合中にもう片付け済ませといたからね。あ、試合中？試合見てなかったのか。でも勝っただろ。おい、お前らちょっとひどくねえか。俺が最近調子いいからってよ。私は見に行こうとしたんだけど、先生が必要ないって。今のお前にはあの程度は敵じゃない。あの程度って結構、いやかなり強かったぜ。相手に重傷を負わせて3連勝中って話。確かにこの戦いにかける気迫だけで言うならわずかだが、蝶の方がお前を上回っていた。ならなんで俺は勝てて当然だと思ったんだよ。さっきお前さんが言ってた話だ。蝶が戦う目的だ。うん、母親の敵探しか。もう一つの方だ。ああ、ここを乗っ取るとかいう話。今回の勝敗はそこで決まった。肉親に関する恨みは怖い。しかし私欲が交わるんならそれは目的が変わる。つまり拳の意味が変わる。拳の意味？そうだ。私欲のために使う拳は影の気をまとった殺人剣。かつてのお前もそうだ。だが今のお前の拳は違う。戦う相手のことさえ思いやることができる陽の木に支えられた活人剣。人を生かす拳だ。俺の拳が人を生かす。お前最後の一撃に何を思った？目を覚ましてやりたかった。そして現に蝶は気づいた。お前の拳によってな。とはいえまだまだ未熟だな。